あるらしいよ。知ってる知ってる。夜になると理科室の人体模型が動くらしいよ。私はトイレに花子さんが出るって聞いたよ。それに音楽室の肖像画からバッハが出てきて夜な夜なピアノ弾いてるらしいよ。私も知ってる。黒いサングラスをかけたパンター先生が追っかけてくるんだって。怖い。わあ、何それ変なの。くだんなくない？ほんとあんな女子いっぱい集まってしょ。あくだらないくだらない。そんなの噂に決まってんだろ。なあ。そうだよな。思ってちゃう。何よ男子、そんなこと言って。本当は怖いんでしょ。そんなの全然怖くねえよな。うん、そうだよそうだよ。そんなの怖いわけあるかよ。この小学校に伝わる七不思議、不可解な出来事が16名の生徒を襲う。果たして無事逃げ切り謎を解明できるのか。勉強中スタート。勉強中の逃走者は16名。今回の意気込みは最近足速くなったんで頑張りたいと思います。おかゆのは今日ミッションをいっぱい参加したいと思います。生き残ろう生き残ろう、頑張ろう。とにかく頑張ります。はい、いいね。絶対逃走を成功させて時計をゲットしたいと思います。もう緊張してハーハー言ってますけどね、胃がキリキリしてますけど頑張りたいと思います。あるぞ。30秒ある。まーちゃんまーちゃん教室に隠れよう。あの30秒後だから。もう来るんじゃない、もう来るんじゃない。隠れてます。怖い、待って、怖いんだけど、無理なんだけど、やなんだけど。上にいる、いますか。全員捕まえてやる。ハンターが放出された。果たして生徒たちは逃げ切れるのか。まーちゃんおーちゃん、なんかパンターの弱点知らない。確かにパンターの弱点、そうだよ。体力がないです。お、見たよ。ハンターの気配に弱さをする生徒たち。
無事逃げられたようだ。おお、なんちゃら室ね、何室だい。ね、家庭科室か。いいんだよ。いや、多分まだ行ってない。まだ、え、そう、ウーツさんこっちから上行ったから。みんな行きましたね。見つかってしまった。俊俊が踊りに、みんな逃げろ。なんで足速いやつだ。逃げないだ。パンダは持久力がないようだ。諦めよう、足速そう。いや、体力限界ですわこれ。パンダ今2階にいるよ。もう疲れた。怖い。上にいるらしいです。背後から忍び寄るパンダ。今度は追いつけるか。生徒たちにはまだ余裕がありそうだ。教室に隠れる生徒たち。あー、パンダだ。やばい、パンダ。水飲ませろ、水飲ませろ。水欲しがってるぞ、パンダが。疲れて。あれ、あれ、あれ。ミッション1。2階の理科室にある人体模型が動き出しました。怖っ。な、ない、内臓がないぞ。ミッション1、動く人体模型を停止せよ。人体模型の探し物を見つけてあげたら理科室に戻すことができます。失敗すれば人体模型パンターとなって追いかけてきます。このミッションの制限時間は今から10分。それでは行きますよ。よーい、スタート。どこで出てきた。内臓が内臓。大変だ、これは。内臓はどこだ。頑張れ。内臓。うわ、ねえ見てこれ。やばい、何それ。学校の不思議。いっぱい貼ってある。パンダ疲れたって。あ、まだ疲れた。人体模型が痛いそうな。分かった、人体模型って何があると思う。みんな内臓だよね。内臓を探すんじゃないの。ご苦労で食べました。これだ。何か探せばいいんだね。何かを探して。何か痛いよね。やばい、来てるみんな。
これじゃない？あ、よかったな。ないぞ。あったんや。もっと。階段は階段をやめようか。理解数で見よう。みんな、あっちの方行った？あっちの教室。待ってないかなこの辺に。ないわ。あ、みんな、え、同期何個もあんの？内臓探しに苦戦する生徒たち。これきついよ。きつい。どれ？汗がすげえ。怖いですね。めっちゃ怖いです。みんなどこ行ったの？怖すぎてみんな逃げたの？みんなどこ行ったの？内臓がないぞ。わかった。あった。人体模型探してるんじゃない？よし、1階にあると思う。1階ですよ。これを持って行こう。内臓が内臓？内臓じゃないかもしれないけど。内臓。これかな？内臓。ここからパンタが接近。パンタ来た。難しいぞこれ。内臓探しながら。パンタから逃げながら内臓を探すのは簡単ではない。残り5分切った。すべての内臓を見つけ出し、ミッションをクリアできるか。そうですか。よし。みんなが犠牲になってる間に探すんだ。こんな中が。やばい、声が近づいてるぞ。こことかは。ないわ、松ぼっくりや。松ぼっくり。松ぼっくり。松ぼっくりで渡す？何でも喜びそうじゃない？待て！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 待
せていただきます。水だらけ。すごい飲んでるね。飲んでる、すごい飲んでるよ。無理しないでくださいね。階段無理。ミッション終了まで残り3分。2つのね、1学年と2学年のね、なかったよ。なかった。本当になかった。探したんだよ。一回やっぱもう一回行ってみる。楽しみ。あと3分。うわあ！あ、なるほど。あ、よかった。またか。内臓がないぞ。内臓がないぞ。内臓がないんだぜよ。ヒントは？ヒントは？ヒントは？わからない。わからない。わからない。ヒントは内臓で言ってください。ヒントは内臓？ありがとうございます。こことかは、ミッション終了まで残り2分。2分やばい。いや、まだ2分希望がある。まだ2分希望がある。人体模型が見つけた。理科室ってあるかもしれない。理科室誰か見た。理科室みんななんか見てた。見ました。見たか。理科室もないか。体力が限界のパンダだが、ある作戦を思いつく。ここで待ち伏せしましょう。ない、マジでない、マジでない。ここだ。あ、違う。ないよ。ないんじゃないか。これまずいよ。うまいよ、うまいよ。え、ちょっとやばくないですか。もう内蔵くんが、内蔵くんがやばそうだった。ちょっと、あった、急に見てた。あった、そこに階段のところで隠れてる。居場所がバレている。おかゆ、あった？おかゆ？ないのか、おかゆ？なかった、すごいなかった。こうなったらお前のもらってやるよ。お前の、お前の内臓、お前の内臓もらってやる。お前の内臓もらってやるよ。あ、でもドビちゃん内臓ないんだった。そういう程度。ミッション終了まで残り10、9、8、やばいやばい、7、やばいよ。早く持ってて、おかゆ見つけた。ミッション失敗です。人体模型は人体模型パンダとしてよく見てきます。人体模型パンダが放出され、これによりエリアには2体のパンダが。ミッション失敗。よっしゃー、人体くん頼むぞ。なんだ、つむご。そしてここで新エリアの3階が開放。おかゆちゃん確保。3階の図書室で新たな動きが。おかしいね、祭り来ないね、うん、どこに行っちゃったのかな。隠しミッション発動。生徒たちは自ら困っている女の子を手助けできるのか、優しさが試される。恥ずかしいです、こんな24歳なんで。
あ、すごい、なんかいっぱいありますね、牢屋。捕まった生徒は2階にある牢屋に送り込まれる。いっぱい用意してくださってる、牢屋とは思えない。え、でもこれ一人で遊べるかな。3階エリアの図書室にやってきたのはシンシュンとミミだ。私の方知りませんか、あの祭りって言うんですけど、このぐらいの何のせいですか、待ち合わせしてるんですけど全然来ないんですよ。え、見つけてもらえませんか。後ろがあのハートの部屋になってるんで。わかりました、まつりちゃん、わかりました、まつりちゃん、はい、わかりました、髪型一緒だね、はい、かわいいね、合わせてきました。かわいい、ここで待っててください。はい、お願いします。サブミッションが始まった。こっちに向かってきてる。みんな、みんな、みんな、まつりちゃんが迷子になってるって。まつりちゃん、なんか来た、なんかいるよ、そこに。うわ、実際に逃げながらミッションを行うのは簡単ではない。一番近くにいるけど、わからないっていう、そういう感情ですね。皆さん、お母さん大事にしてますか。お母さん当たり前の存在じゃないんです。お父さん当たり前の存在じゃないんです。一番近いけどね、一番近いけど。りょっち、何してんの。まつりちゃん、しかしそこへハンターが。階段の先には人体模型パンダ。タノ君確保。おい、シュンシュン、迷子の子がいる、迷子の子がいる。まつりちゃんですよね、うん、一番気づくの遅いです。え、嘘、はい。え、みんなもうまつりちゃん探してる。え、みんなまつりちゃんママを探してるよね。タノ君が捕まりました。タノさん、無事にまつりちゃんを送り届けることができた。ありがとう、まーちゃん。じゃあ、まつり、あれ、出したら、ね、ありがとう、ありがとう、まーちゃん、しました。ありがとうございます。これをもらいました。このアイテムがこの先の展開を大きく動かすことになる。何それ、これゾンビのなんか、まつりちゃんが助けてくれたからなんかあげるみたいな。それ美味しそうだ、ちょっと美味しい。ヨチさん、ダメ、なんかヨチさんさっきから怪しくないですか。何が怪しいの。なんかメイちゃんも言ってました。え、どういうこと、どういうこと、なんでなんでなんで、ヨチさんなんか怪しいの。何が怪しいの。そんな怪しくないよ、怪しくないよ、そんな怪しくないよ。ねえ、怪しい人。
ません、それ何？ゾンビ食です。見せてよ、それ。ゾンビ食。ダメだよ。いや、これでパンタを見つけられるかもしれない。ちょっと食べてみよう。え？ダメだよ。ダメだよ。絶対。みんなみんな近づかないで。やだよ。食べた。ゾンビ食食べた。よかった。うん。あ、おいしいおいしい。ちゃんと。大丈夫ですか、エリさん。なんこれ。うん。やばい。助けてくれ。助けを呼んでくれ。みんな、ヨウジさんが今日倒れちゃった。助け来て。コウセ。あ、待って、パンダ乗ってる。パンダ乗ってる。なんだこれ。うわ、やばい。わ、苦しんでる。苦しい。どうした。これは、なんだこれ。あ、ゾンビショック。なんだこれ。苦しめ。大変だ。ゾンビ飯食べたからやばい。絶対言うとなんかおかしくなった。すごいゾンビらしいうめき声上げてましたね。うおーって。なんだ君は。何だ君は。ごめんね、やめてください。何だ君は。ごめん、捕まえないで。ねえ、ね、見逃してください。え、え、みんなですか。やばー。何だ君は。逃げた先にパンダだ。生徒の皆さん、2つ目のミッションです。怖い。3階の音楽室でバッハが暴れています。え、バッハ？バッハが暴れてる？ミッション2、暴走するバッハを停止せよ。私はバッハ。眠りから覚めてとっても機嫌が悪いの。誰か猫踏んじゃったを完璧に聞いて私の機嫌を直してちょうだい。バッハのご機嫌を直すことができたらミッションはクリア。逆にご機嫌を損ねてしまえばバッハパンターとなります。制限時間は今から15分。よーい、スタート。眠りから覚めたばかりなので美しい音楽が聞きたい。美しい音楽が聴きたい。あれを見ろ。猫踏んじゃった。間違って引きちゃう。さっきに一回猫踏んじゃった。間違った。気を抜いてみる。音楽に自信があるやつ。あ、まだ弾ける。まだ弾ける。おい、坊ちゃん、坊ちゃん、ピアノ習ってるでしょ。坊ちゃん、ピアノ習っとるんかい。はい、坊ちゃん、しかしこれは YouTube だ。はい、分かってる。この YouTube の流れを分かってるな。いや、頑張って。一発で弾いたらどうなるよ。まだ弾ける。大丈夫、気にせちゃって。大丈夫だから。ぽっちゃん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 、大丈夫だよ。ダメだよ、ぽっちゃん。ぽっちゃん。ぽっちゃん。ダメだって、ぽっちゃん。あ、あ、あ、今、今、ちょっと、今、間違えてもらったよね。間違えてもらったよね。今やり直したよね、こっちゃん。チージャ、確保。さあ、さあ、チャンスは一人一回よ。やるのか、やらないのか、どっちさん。まあ、いけるのか。ばあちゃん、いけるのかな、いけるのか。いけるのかな、イメトレしといた方がいいんじゃないのかしら。さあ、時間もどんどん過ぎてるわよ。バッハミッション中も次々と生徒が捕まっていく。ミッション失敗となればバッハもパンダとなり、さらに難しくなる。あー、やー、やめてって。やばい、タケル、タケル。待って、子供ね、子供、子供。子供？
タケル君、かっこいい。私は眠りから覚めたばかりだから機嫌が悪いのは美しい音楽を聴きたいの。よし、さあマーちゃん、あなたの美しい音色を聞かせてちょうだいな。言っちゃって。はい。美しい音色をありがとう。いいよ、まーちゃん。生き返ったわ。ありがとうございます。まーちゃん、サンキューな。はい。バッハミッション、クリアです。お、やばかった。まーちゃん、弾いてくれたんだ。無事に、バッハは肖像画に戻りました。引き続き、パンターから逃げてください。成功したか。まーちゃんが成功させてくれた。すごい。猫踏んじゃった、上手だった。ねえ、めっちゃ上手だった。そんなマーちゃんのもとへパンダが。ああ、マーちゃんだ。お久しぶりだな。あなた成功したそうですね。これ、まつりちゃんからこの畳もらったんで。なんだそれは。なんだそれは。あ、パンダこっちだぞ。パンダ。パンダこっちだぞ。どっこっちが雪。足が速いな。やめてお願い。センス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 。パンタの体力を削る。センススピード下がりすぎですって。速くなりにくい。限界じゃないですか。パパじゃない。パパじゃない。パパじゃない。パパすぎる。いや、マジで捕まりたくない。ヨチさん見た？みんな見てない。なんか様子おかしくなってから見てないんだよね。なんか…分かんない。ベートーベン来てるよ。パパだよ。ベートーベンじゃないよ、バッハよ。今日で5キロ痩せましたね。待ち伏せる人体模型パンダ。王者確保。マジかー。うわー。待って。王ちゃん捕まっちゃった。来たからパンダがさ。こうちゃん、確保。お兄ちゃん頑張って。ヨッチさん、怪しくなかったね。うん、怪しかったよね。食べてこう…え、めっちゃゾンビになっちゃうじゃない。終わった終わった終わった無理。姿を消していたあの男に異変が。私が一番可愛いでしょう。あと誰が生き残ってんの。来年です。ヨッチがゾンビ食を食べてしまい、花子さんパンターに変身してしまいました。え、何しとんねん。とてもしつこいパンターなので注意してください。ちなみに花子さんパンターには回避方法があります。
回避方法ある。回避方法は、え、あれ切れちゃった。待って、やられたんじゃね、放送の人。失礼しました。回避方法は、え、待って、やられたね絶対。回避方法聞こえなかったんだけど。聞こえなかったね今。え、大事なとこだよ。え、どういうこと。回避方法がわからないままトイレの花子さんパンダが放出。こんな怖い思いするならさ、もう捕まっていいんだけど。もうバック諦めるからさ、追っかけないでほしい。え、静かすぎ。ドッキリ。待って、ヨチさん出たな。あの人絶対人間出てくるもん。人間？人間！戯れてる間に教室に逃げ込んだ。うわー、お風呂だ。なにそれ、うわー、怖ー、なんだこれ。うわー、やばい、これはやばい。そう、手ごわい花子さんパンダを回避する方法は悪霊退散のお札。この札はまずい、早く捨てないと。やばい、走れなくなっちゃった。あ、体がなんか重い。蓋を貼られていないのに体が重いパンダ。まずそうな匂い。絶対ここにいる、絶対ここにいる。今飛び閉じ込められてしまった。もうここでみんなが助けてくれることを願います。ちょっと待って、もう、ね、いや助けてって。でも多分来ないと思うよ。誰かがさ、人体模型のこと見つけてくれたら、うん、もしかしたらいけるかもだけど。待って、誰か。追われているのになぜか楽しそうだ。ミッションだよ。1階の保健室でゾンビが暴れています。何？救出ミッション、暴走するゾンビを停止せよ。捕獲して暴走を止めることができればミッションクリアです。ミッションを成功することができれば3名牢屋から解放されます。制限時間は10分。用意スタート。制限時間10分、解放ミッションだって。1階の保健室にゾンビが今暴れてるから、ゾンビをそれで助けに、ゾンビ捕まえに行かなきゃいけない。
なんか保健室でゾンビを暴れてるそうだ。何？保健室で？保健室。ゾンビが？ゾンビが暴れてる。仲間ね。2階が2階。なんだぞ。内蔵さん。わかるでしょ、内蔵さん。ここで2人捕まったら尺が超短くなってしまう。内蔵さん。レイナちゃん、確保。捕まっちゃった。ゾンビ肉を与えるか、網で捕獲するか。ほら、ゾンビ肉ダメだったんですね。え、ゾンビにあげた？いや、違います。ゾンビじゃない人にあげた。あ、じゃあゾンビになっちゃうんじゃない、それは。だから、ユッツさんが花子さんに。なるほどね。網かなんか使って捕まえないと。最初に保健室にやってきたのはまーちゃん。ゾンビ捕まえた。ゾンビ肉を与える。縄で捕獲する。で、縄があそこにあるで、食べた時は取らしで、縄で確保する。とにかく頑張るしかないってこと。あ、ゾンビじゃ困ってる。ここになるか、ここになるか。まーちゃんが見隠せる。行くぞ、行くぞ。あー、なんかいる。なんだ。動いてる。下から来た。ゾンビじゃけ。決まった。よっしゃ、捕まえたじゃない。ゾンビ捕まえた。腹八分目。足りない。これゾンビ。ミッションクリアです。やった。無事にゾンビを暴走を止めることができました。イエーイ。牢屋にいる3人と言いましたが、5人解放します。牢屋のみんなで話し合って決めてください。でも手あの、はい、出たい人。じゃあな、ゾンビ。危ないよ。涼しいな、3階めちゃめちゃ涼しい。ああ、なんで空気がいいんだ。飛行機も見える。トイレの花子さんパンダは何かを企んでいるようだ。花子さんパンダに近づく生徒たち。なんかいるかな。いや、これも OK だよ。これも OK だから大丈夫。びっくりした。え、怖い。めっちゃリアルだね。めっちゃリアル。すねげ、すねげ、すねげまで再現がすごい。めっちゃリアル。ちょっとほくろについて。うわー、やばい。
げてんだよ。こっちだ。これあるから。これある。これこれ。貼るんだよ。貼るんだよ。待ってもう見ちゃう。捕まえてどうえ。誰怖がりんだよ。花子だ。来いよ。あれ花子だ。誰だ。来いよ。誰ですか。俺か。俺は花子っ子と思うんだよ。江戸っ子の花子だ。俺江戸っ子だよ。やばい。すげえ。下町町の花子だ。見てるのかお前。おい見てるかお前。ビビってるよ。おい見てるかおい。捕まえてみろや。うぅ捕まえてみろやろ。うぅ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 あっちあっちよし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 逃げろうぅうぅうぅやばいやばいやばいまたうぅまだお前またおねえかこれうぅうぅうぅ捕まえました。花子パンタ弱くね。なんじゃこりゃ。いや変態。なんじゃこりゃ。スケベ。ラッキースケベ。ラッキーボーイ。このラッキーボーイ。うわ、見てしまった。花子さんに結構遭遇するからね、お札をいっぱい持っといた方がいいんですよ。ゾンビミッション成功によって、おーちゃん、たのくん、めいちゃん、めいちゃん、たけるくん、ちーちゃんが、牢屋から解放されます。よっしゃー、5人解放。これにより、生徒は残り8人に増えた。結構出ましたよ。やばいぞ。こそこそ逃げやがって。やばいよ、やばいよ。俺には蓋効かないぞ。俺には蓋効かんぞ。捕まりました。えぇ、ー、こっちについたん。嘘でしょ。来てる来てる。やばい。行って行って。こっち。暗い。こっち。永遠にぐるぐるなるのか。こんにちは。花子が復活するぞ。ねえお願い。そして外には人体模型パンダが隠れている。もうあかん。無理もうあれもおかしくなっちゃう。あれ上がるのにくれ。やだ。ねえ待って、喉乾いたから助けて。こんなの通用しないぞ。いいよ別に。もうやだ。だったらもういいよ。捕まえてもいいのか。もうやだ。かわいいじゃん。よっちか。誰それ。知らない。知らない。よっちじゃない。いやもう一回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 何のお話。もう3回くらい。もうずっといやもう一回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 。そんな子供だまし私が通用。いや何を知ってる。いや何を知ってる。見ちゃダメだよ。いや何を知ってる。いやエッチ。パンタさんのエッチ。何やってんのよ。何やってんのよ。もう二人いい歳して。どこ行った。ああどこ行った。おい、いないじゃない。いないじゃない。早く見つけ。
けましょう。スカートめくってる場合じゃない。じゃんけん、じゃんけんする。はい、来た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 、頑張れ。うわぁ、あげようと思ってぶつかっちゃった。それはもう残ってないかな。スペシャルミッション、暴走するピエロを停止せよ。体育館でピエンが暴れています。暴走を止めるには体育館にあるピエンタワーを完成させてください。制限時間は15分です。よーい、スタート。せっかしてくださいか、ピン。あ、パーコさんのパーツめくれるよ。マジでどっから見つけてくんだよ、こんないっぱい。暴走するピエンはタワー完成を邪魔してくるのだ。まだ体育館での戦いは終わっていなかった。安心するのは早いんじゃない？
をつけて。段差気をつけて。こいてるよ、めらうれだ、誰あった。できたぞ。あ、強い。私を怒らせたらどうなるか見せてあげるわよ。うわー、こうなるのよ。うわー、うわー、やばい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 、3年生の時、試合遅れて引退しちゃったの？電車遅延して試合終わってたんでしょ？もう電車で諦めたんだ。あ、もう間に合わねえよって。ほんと、ほんとに一生泣いてなさい。たく、かわいそう。電車で引退生活、かわいそうだわ。こんなタイミング、ちょっと疲れてるんですよ。あの、欲しい漫画、アキラっていう漫画があるんで、好きですか？懐かしい。懐かしいでしょ。それを私が読むことで語ります。懐かしいな。懐かしいでしょ。何月にはまーちゃんです。ちょっと休む。私の振動知らない。図書室なんで静かにしていただいてもよろしいですか？ごめんなさい。先生に言いますよ。あ、それだけはやめてください。ごめんなさい。あ、最近だから校庭で、あの、はい、サッカーしてきてください。ごめんなさいね、本当に集中したからごめんなさい。なんか、はい、申し訳ない、申し訳ない。俺がなんかそんな勝手にわーって言ったんだけど、お前ふざけてるよ。おい、そんなと、そんな点で乗っかるかよ。お前ら札持ってねえな。俺のアクロバティックも知らねえだろ。え、こんなことも知らねえ。図書室なんで、はい、図書室っていうのは、まあ、静かにね、こうやって本を読んでね、うん、あ、これ借りようかな、1週間後何借りようかなって。呼ばれる！ざけんじゃねえよ！おい、やめろ、くそ！うわー！おーちゃん！おーちゃん！あんたでかくなったけど、態度もでかくなったね！バカじゃないよ！かくよ！チェッ！やばい、寝てしまいそう。心地よすぎだ。タバコさん、水がついてる。タバコさん、タバコさん、花子さん、ちょっと待って、急に来るかもしれへんで。いや、絶対急に来るで。急に来るって。呼んだ。あ、呼んだ。あ、さ、友達になろう。え、毎週毎週。いや、そんなの持ってる人と友達になりたくないわ、私。何？やるの？やるの？あーあーったらあんま貼られたの。15回ぐらい貼られてる。6枚しかないで。6枚しかないの、これ使い回してないじゃん、これ。何で使われてるの。ゾンビ肉あげますよ。ゾンビ食なんだって。おいしいよ。あ、落ちた。これからどうなるか。ゾンビ食を食べるとどうなってしまうのか。うん、ああ、
いい感じ。水が欲しい。喉が渇く。喉が渇いただけのようだ。しかし、パンダに異変が。なんだぞ、ゾンビ族は。なんだか水分が奪われて喉がすごく渇く。水。やはり喉が渇いているだけだった。ゾンビ食食われてしまった。絶対に食うな。ありがとう。人体模型のおかげで喉を潤すことができた。ミッションクリアしたため、牢屋の皆さんは全員解放です。くそ、頑張って逃げ切ってください。やっと私の出番です。全員解放だ。どういうことだ。今まではもう正直エンターテインメントでした。エンターテインメントでわーわーおだーギャーとかってねやりましたけど、これですよ。もうこれですよ。もうこれもうこんなね、ちっちゃい子もうウイって言っちゃいますから、もう、はい、かぼみちゃんちっちゃい子でウイって言っちゃいますから、もうね、僕のこと嫌いにならないでください。嫌いになるならゴンビン TV 嫌いになってください。ヨッチのことは嫌いにならないでください。はい、これはもうしょうがないです。もうこっちも本気なんで。はい、ミッションクリアで全員解放された。しかしすぐ近くに隠れるパンダ。もう出上げだ。ほらね、お蓋持てないか。いや、こん
な、いい男たちに囲まれてさ、もう諦めた方がいいんじゃない？あ、男じゃない、私は女だけどな。最後の言葉残しなさい。さあ、どうする？もう逃げ場ないわよ。どうにも逃げられない。どうもしないんですけど、疲れたんですよね。あれ？疲れた。その人はもっと疲れてるわ、多分。え？やっほー！あいつの死。あいつの死。いや、違うんですよ。あの、12歳の少女を捕まえるよりも、もうちょっと体力のある大人のシュエスさんを捕まえた方が得だと思います。あのね、あ、こいつの逃げるの早いんだ。だから体力なくなるの俺ね。うん、でもね、増えたぞ。え、みんな逃げよう、逃げよう。めっちゃいるじゃん。ちょっと、あんた、あんた、ちょっと、あんた、何やってるの、あの人。ああ、あれはもうバカだ、バカなパンターだ、バカパンターだ。もう一人パンダ来ないかな。お、いくらでも来ちゃいますよ。ああ、来たぜ、なんだ君は。まずいな。マジだ、この二人マジだ。おお、諦めが早い。あいつ足半端ねえぞ。一直線で勝てると思ってるんですか。こっちいない、ね、こっちいない。マジ怖い。誰が怖いって。誰が怖いの。てれーてれてれてれ。あれ、いない。え、あら、まあ行き止まりじゃない、そこ。あらあれ、え、新キャラ発見。何してんの。逃げてる。あなたは誰。おかゆです。おかゆちゃんだ。おかゆちゃん何してんの、これ。おかゆ除湿器欲しくて逃げてる。除湿器欲しいの。除湿器、はい、いい除湿器だ。はい、そうなんだ。ジュース機？自分買えないの、それは。買えない。買えない。高いんだ。いい、ジュース機買いたいんだ。すごいね、みんなとちょっと違ってね。結構リアルなもの頼むじゃん。生徒の皆さん、いよいよラストミッションです。ラストミッション、生徒全員で記念撮影。1階の消防口前で記念撮影を行います。今から5分以内に生き残っている生徒全員が集合し、1枚の写真に収まることができればミッションクリア。一人も欠けてはいけません。もし5分以内に全員の集合写真を撮ることができなければ、これまで登場した七不思議パンダーが全員放出されます。ちなみにラストミッション終了後は花子さんのお札は使えません。注意してください。やったー。それではミッションスタート。制限時間は5分。パンダが全員解放されれば逃げることは難しくなる。みんなこっち来て、最後のミッション。みんなこっちだよ。そう、写真撮ろう。みんなおいで。みんな揃った。やばい、待て、やってるのいない。やばい、きっと見たない。え、シュ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 。パンダたちも消防口に集まり出す。何これ、すごいんだけど、なんか。何これ、すごいんだけど。どういうの。え、誰、一人来てないの。シュンシュンがいないんだって。どうやって行くの。そっちから、そっち。理解室の人を出てきて。しかし、パンターがいて身動きが取れない。捕まえちゃっていいの。ダメ、捕まえちゃうよ、じゃあ。終わりだよ、もう君ら、終わりだよ。ほらほらほら、ドミちゃん、ドミちゃん。じゃあ捕まえるよ、俺肩。そんな固まってさ、みんな写真撮るよ。なんだよ、もう。ほら、ごめんだよ。
学童から気分だぜ。最後のミッションは一筋縄ではいかないのだ。どうやったら取れるのか考えなさいよ、あんたたち。ただ逃げているだけではクリアはできない。例えば一度校舎の奥にパンダを引きつけ、その隙に集合するなど工夫が必要となる。ミッション終了まで残り2分。時間がどんどん過ぎてる。捕まえていいんですね。もう捕まえちゃうよ。このままでは、ただ、ごくごくと時間が過ぎていくだろう。本気で逃げてんのかい？ほら、ほら、本気で逃げてんの。取れた！取れた！取れた！はい、押したわよ！はい、押したわよ、今！はい、押したわよ！ダミちゃん、脚本。残念だったね。残り時間は30秒。このままでは6体のパンダが放出されてしまう。やばい。戻りなさい。ちょろいわね。ちょろいわね。これにより校内には6体のパンダが放たれた。たくさんいるよ。ゲーム終了まで残り10分です。果たして逃げ切れるのか。どこに隠れているのかいな。捕まえたわよ。レノちゃん、確保。レノちゃん。さあ！もう帰れ！あはは！おかよちゃん、確保。本気出しちゃった。飛び越えてきた。簡単逃げろ。Yes.
瞬待っていたわよ、わらだ。私のところに来てくれるの。まずい。残る生徒は7名。音楽の時間よ。くるりくるりタッタッタッ回りながら踊って花子ちゃん挟むわよ。いや、ダメだ。ダメですか。バッテリー切れ。よし、ばあちゃん、ばあちゃん、どこへ。逃げられた。そう、逃げられた。簡単に。なんて逃げ足の早子よ。逃げ。身を潜めて隠れている。かほみちゃん確保。こちらも見つからないよう理科室に身を潜め時間を稼ぐ。そこへ花子さんパンダが接近。
あ、痛い痛い、何だ芋ってたね、やっぱり芋じゃないですか、あんたもトイレにこもって。トイレにこもってるんですって？私の家はトイレだから仕方ないでしょ。それを芋ってるって言うんだよ。誰が芋よ、タケヨ。無駄な時間だ、その技を披露するのは。ピュンピュン、ピュンピュン、ピュン、スカートめくって、スカートめくって、女子いるよ。ピュンスカート、スカート、スカート、ピュンスカート、スカート、スカート、ピュンスカート、スカート。いや、あんた、またああいう目に遭わされたいの？怖かったらこいつら捕まえな。いや、スカート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 、いけ。セイ君、確保。やられた。どうやったっけ。引き続きよろしくな。よし、追うんだ。逃げて、追うんだ。行け。地獄だ。まあ、じゃあ。あれ。あれ。ああ。何をしちゃった。漫画です。はい。確保。マーチ、確保。やばってやばい、ダメージ。あなた長くもするぞ。やめて。じゃあメイちゃん、はい、一度だけチャンスあげるわ。面白いこと言いなさい。5、4、3、2、1。バッハ。向こうでもする。バッハ。なんでこんな可愛いメイを捕まえるの？捕まえないでくれ。ちょっとちょっと、視聴者のみんなそれが納得すると思ってんの？そんなんで、メイちゃん。あれ？あれ？メイちゃん？メイちゃんいました？あれ？メイちゃん？あれ？メイちゃん？残り時間は1分30秒を切る。あ、仲間か。やばい、マジでやばい。視聴者のみんなが一番分かってるんじゃないのよ。どこにいんのよ、みんなは。バイカレー持ってるやつ。ゴミ、めっちゃいいやほほー。さあ、あ、いらないよ。あんた、まだスタートめくって。もう見飽きたよ。もう見飽きたよ。なんで捕まえるんですか？もうなんで捕まるかって、私たちが鬼だから。どういうゲームですから。え、こんな可愛いんだよ。え、可愛い。え、ちょっと違う、可愛い。なんてことだ。はい、おいで。なんで。はい。めいちゃん、ちいちゃん、確保。いい子だったってことでね。よっしゃ。残された生徒は2人。バイカレたいです。ありがとうございました。
すごい楽しかったしドキドキしたけど、牢屋入った時にあもうちょっとこうすればよかったなっていうのがねどんどん思い浮かんでちょっと悔しかったです。だけどまあ体力がちょっとついたんじゃないでしょうか。体力ですね。なんか、ね、怖いぐらいやって負けないで今度会ったらもうボコボコにしてた。肩と腰と膝が痛いです。いや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 、おばあさんだよ。あの顔が真っ赤になるまで頑張れました。体力超つきました。ありがとうございます。また最初は緊張したけど、あの捕まった時めっちゃ悔しくて、でもあのご褒美がもらえるからめっちゃ嬉しいです。そこがいい。久しぶりにめちゃめちゃ汗かいてとてもとても楽しかったです。ありがとうございました。とみちゃんです。知ってるよ。私2回も捕まっちゃったんですけど、あの両方よっちさんのせいということで、ごめん、ね、ちょっと後で私が欲しかったものを買ってもらおうと思います。ありがとうございました。最後の残り1分で捕まったのが本当に悔しかったんですけども、でもご褒美もらえるので嬉しいです。そこかい。そろそろ終わるっていう時にタノ君とあの隣の教室かなに隠れてて、いややっぱりなんか全然気づかれなかったらタノ君なんかここにいようっていう教えるのがすごいなと思った。なんか全然あの鬼が来なかったからその場所でも最後タノ君守ってたんですよ。私が捕まるって言って、まあ、結局捕まったんですけどね。逃げ切れなくて悔しくて反面怖かったんですけど楽しかったです。ありがとうございます。すごいあのドキドキさせてもらいました。もう学校じゃなくてお化け屋敷で勉強中やってるんじゃないかってぐらいドキドキしたんですけど、まああの今ダイエット中で 2,3 キロぐらい痩せたんじゃないかなと。ありがとうございました。楽しかったです。パンパーたちの全力がめちゃめちゃ怖かったんですけど、でもみんなとミッションで協力できたりとかして楽しかったです。ありがとうございました。姉ちゃん最初からプレゼントが欲しすぎて誰よりも一番に必死に逃げちゃってちょっと大人げなかったなって思いました。すみません。でもめっちゃ楽しかったです。ありがとうございました。最初パンターとかが怖かって一人で逃げないでみんなと一緒に逃げてたら最後まで残って、で最後に王ちゃんが守ってくれたから嬉しかったです。楽しかったです。ありがとうございます。僕も昨日からダイエットで運動し始めてるんですけども、であの今日1年分ぐらい運動したんで、もうあと1年は運動しなくていいかなって思いました。はい、ありがとうございました。いいダイエットになりました。今日何食べるの？今日この後焼肉食べます。ふざけるなお前。あのみんなが助けてくれて嬉しかったです。うわー、嬉しいね。ピピ楽しかった？楽しかった？よかった。うちの3姉妹にもう一人娘が増えて嬉しかった。はい、皆さん今日は本当長い時間お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。楽しかったです。こうして学校に送る七不思議は解明され、生徒16名の夏の思い出となった。くれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバイ。